もし既存の IT インフラストラクチャのクラウドへの拡張を検討するとしたら、いくつかの疑問が浮かぶのではないでしょうか。オンプレミスにあるリソースとクラウド環境の統合をスムーズに行うことができるのか、それとも全て作り直さなければならないのか、クラウドを利用するとしても自社のセキュリティ基準に適合するのか、 IT インフラストラクチャのクラウドへの拡張は皆様が考えているよりも簡単かつシンプルに行うことができます。 Amazon Web Service なら既存の IT インフラストラクチャとクラウドリソースをシームレスで安全に統合するのに必要な全てをご提供します。AWS はこれを簡単にするために4つのキーに注力しています。まず1つ目は高い安全性と可用性、グローバルに展開するインフラストラクチャを提供すること。2つ目に AWS クラウドサービスが提供する全ての一般的な処理に広く適合すること。3つ目に AWS クラウドへプライベートネットワークを早く、そして安全に接続できること。そして4つ目に全てのクラウドリソースへのアクセスをコントロールできるツールを提供することです。それではこれらを一つずつ見ていきましょう。 AWS は最も規模の大きいエンタープライズ IT 企業で必要とされる高い安全レベルと可用性を特に重視した設計を行い、グローバルなインフラストラクチャを構築しています。 AWS は世界中の4つの大陸に展開するデータセンター群で190カ国以上のお客様を支えています。 AWS は SOC1、SOC2、PCI DSS レベル1コンプライアンス、そして3年間の FISMA モデレート認証といった重要な認証を取得しています。私たちはエンタープライズ IT 企業が要求する柔軟性を損なうことなく、許可されていないアクセスや利用を制限する機能を提供します。また AWS であれば全てのデータを暗号化することができ、全てのサービスでバックアップや冗長化機能を利用することができます。AWS クラウドにはお客様にとって重要かつ一般的な全ての作業に対しての広い互換性があります。オンプレミス環境と同じように仮想サーバー、ハードドライブ、データベース、ネットワークなどを立ち上げることができるのです。そしてお客様のアプリケーションを稼働させることができるよう Linux、Windows どちらの仮想サーバーも簡単に設定できます。そして仮想ハードドライブやメディアファイル、画像、映像を配信するオブジェクトストレージも追加できます。また AWS は幅広い種類の SQL、NoSQL、分析データベースサービスも提供しています。現在オンプレミスで稼働させているメール、CRM、SAP、シェアポイントやウェブアプリケーションなど、どのようなものでも AWS クラウド上で利用できるのです。クラウドインフラストラクチャが構築されるとすぐに安全なプライベートネットワークを構築し、オンプレミス環境とのミラーリングを行うことができます。プライベートに隔離された AWS クラウドを構築し、それを定義し、常にコントロールできるようになるのです。これはとても簡単な IP ネットワーク設定で実現します。例えば、AWS はお客様の IT 環境にある物理サーバーの IP アドレスを取得し、類似した IP アドレスを作成します。つまり、実際にお客様のクラウド環境にオンプレミスのネットワーク拡張を行うのです。さらにお客様の IT 環境と AWS クラウドの間に暗号化された VPN 接続を確立することができます。お客様の環境から AWS へ移行する際はデータを暗号化する安全な経路を確保する標準技術を利用しています。そしてお客様が通常オンプレミスのストレージに対して行うように保管されたデータも安全に保護されます。処理量やあちこちから流れるデータが増えるに伴って、独立したネットワーク接続を現在あるデータセンターから AWS まで直接構築できます。このように AWS へ直接物理的な接続を行うことで、予測可能なネットワークパフォーマンス、帯域幅の拡張、公共インターネットにバイパスを通すことによるスムーズなネットワーク体験をもたらします。 AWS ではお客様の社内ユーザーからの AWS サービスとリソースへのアクセス権の管理が可能となります。現在利用している認証システムと連携して、 AWS 上でもユーザーの作成、管理操作を行うことができるのです。 AWS クラウドのパワーをお客様のオンプレミス環境を拡張するためにつなぐことで、新しいアプリケーションを即座に立ち上げる素晴らしい柔軟性と、現在のアプリケーションのコスト削減、そして AWS のグローバルインフラストラクチャと安全性を手に入れることができるのです。今すぐ AWS のウェブサイトで皆様の IT インフラストラクチャを AWS クラウドに拡張する方法をご覧ください。